それが私のお部屋です。前から化粧周りは汚いと。はぁ はい、出さなきゃいけないもの、OK でした。そしてこれが素晴らしいクローズ。大体こんな感じかな。楽しく過ごし、天井裏から発見されたロープ、そこについていた人間の皮脂と血液、かつてその部屋から聞こえたという赤ん坊の泣き声、これらの事実と投稿映像に記録された小さな顔と不気味な女性、そして不穏な泣き声は一体どんな関係があるというのだろうか。